私の名前はなるみ、タワマンに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。私には今婚約者の男性がいるんだ。その人は会社の社長さんで、とても優しくて子供も愛してくれる素晴らしい人。そんな彼と再婚できることを私は心から嬉しく思ってるんだけど、それを知らずに LINE してきたママさんが一人。貧乏人。あ、間違えた。なるみさん、こんにちは。今思いっきり私のことを貧乏人と呼んだよね。裏ではそう呼んでるんだけど、間違えてなるみさんの前で言っちゃったわ。バカ正直に言わずにごまかせばいいもの。私ってほら正直者だから。影では私のことを貧乏人と呼んでたってことね。気分悪くしたならごめんなさい。なるみさんのことを悪く言うつもりはなくて、ただシングルマザーのかわいそうな人だと思って。バリバリ悪く言うつもりじゃん。私は自分がシングルマザーだってこと別に気にしてないから。え？子供に金銭的にあんなに迷惑をかけて気にしてないなんてメンタルすごい。あ？シングルマザーってことは一番困ってるのはお子さんよね。それなのに何も気にせずにのうのうと生きていける精神がすごいなと思って。あなたの精神の方がある意味すごいと思うな。褒めないでよ。全然褒めてないんだけど。そうなの？うん。でもさ、シングルマザーって大変だよね。私がもしシングルマザーになったらなんて考えたら生きていけないもん。子供にも迷惑をかけて、自分の両親にも迷惑をかけることになって。そんなことにはならない。え？自分でしっかりと働いて生計を立てていればそんなことにはならない。でもなるみさんだってどうせお金なくて両親に迷惑かけてるんでしょ。私の仕事知らないの？他人の話って興味ないから。シュラマル株式会社の役職者だよ。はあ？そんなの聞いてないんだけど。言いふらしてるわけじゃないけど、隠してるわけでもない。あなた相当適当に話を聞いてたってことだよね。なんでそんな嘘言うの？はい？なるみさんがそんな大手企業で働いてるなんて絶対に嘘。私にバカにされたから意地になってるんでしょ。いや、嘘じゃないから。別に他のママさんに確認取ってもらって構わないけど。わかった。嘘ついてたら土下座して謝ってね。はいはい。本当だったんだ。今他のママさんに連絡取ったら、そんなことも知らなかったのって言われた。そうだろうね。だってみんな知ってるし。それならそうと早く言ってよ。なんで？そうなってくると話が変わる。と言いますと？なるみさんのことはシングルマザーで貧乏人だと思ってたんだけど、そういうことなら仲良くしてあげる。結構です。そんなこと言わないでよ。友達は多い方がいいでしょ。友達がたくさんいたら何かあった時に助けてくれるし。私、友達は量より質だと思ってるから。質？私には質の濃い友達が2人もいるから、もう十分かも。それって私が役立たずだってこと？そういうわけじゃない。それに聞いたんだよ、なるみさん社長さんと結婚するんだってね。まあ、だったらやっぱり私と友達になっておかないと。結婚相手で仲良くするかどうかが決まるっておかしくない？おかしくないよ。ということで来週遊びに行くね。どこに？なるみさんの家に。なんで？仲良くなりたいから。私は仲良くなりたくないんだけど。は？なんで？下心丸出しの人と仲良くなってもね。そんなことないって。なるみさんの家にぜひ一度だけ行かせて。私、仲良くない人は家に入れないようにしてるから。私の子供を連れて行ったらいいんでしょ。いや、だからそういう話じゃなく。じゃあ来週一緒に遊ぼうね。話通じなさすぎるだろこいつ。数日後。ちょっと今日はどういうつもり？なるみさんこそひどいよ。なんで私をすぐに追い出しちゃうの？私、仲が良くない人は家に入れたくないって言ったよね。家にお呼ばれすることによって仲が縮まることもあると思うの？私は嫌なの。そういう自分の意見ばっかり言うんじゃなくて、我慢するのも大切だよ。あなた、私と友達になりたかったんじゃないの？そうだよ。なら私が嫌がることをするのやめて。なるみさんだって私の嫌がることしたもん。何を？私はなるみさんの家で遊びたいって言ったのに、10分もせずに私を追い出したん。あなたのお子さんがどうしても私のワンコと遊びたいって言うから10分だけ許可した。次遊びに来たかったら連絡を入れてねってお子さんには言ったし。私は？子供同士は仲がいいから家に招くのはいいんだけど、それ以外はちょっと。それはあまりにもひどすぎるわ。私は変な人に絡まれやすい体質なの。
そのせいで家の中に入れるとトラブルが起きるし。なるほどね、私とトラブルにならないためにって話ね。分かってくれた？分かった、なるみさんの言ってること理解した。ならよかった。じゃあ仲良くなったら今度こそ家に招待してね。仲良くなれたらね。その日の夕方、盗んだね。え、物なんて盗んでないよ、なるみさんの勘違い。家からちょっとした雑貨とか小物がなくなってるの。なるみさんってやっぱり貧乏人ね。は？普通はさ、雑貨とかがなくなっても気にしないもの。それなのにちょっとなくなったくらいで大騒ぎって恥ずかしいわね。私の彼は定位置管理を徹底してる人だから。そうなの？だから定位置に物がなくなるとすぐ気づくのよ。言ってもなくなったものってちょっとしたものなんでしょ？高級品とかそういうのじゃなくて。なんであなたがなくなったものを知ってるわけ？それはなるみさんと仲良くなりたいから、なるみさんの家のものを少しだけもらったの。あなたがやってることは犯罪なんだけど。ちょっとした調味料とかちょっとした小物をもらったくらいでギャーギャー言わないで。なるみさんの家から持ってきたケチャップで今日はオムライス作った。それぐらい自分で買えよ。ちなみに卵もなるみさんの家のものです。勝手に冷蔵庫開けてるし。そういえばお肉もなるみさんちのだった。泥棒女が。他には何を盗んだのよ。顔につけるパックでしょ。あと香水とタバコももらったよ。家の中からありとあらゆるものを盗んでいるじゃない。でも考えてみて、金額で考えたらそうでもないし。反省してるから今回だけは多めに見て。一度許してしまったら2回目も3回目もってなる。今後は絶対しませんから。なるみさんの家から盗んできた材料でオムライスできた。家族みんなでいただきます。それお子さんには絶対に食べさせちゃダメ。ぎょ、なにこれ。何かあったの？かっら、水。やっぱりね、そういうことだろうと思った。なんなのよこれ、やばすぎ。辛い。旦那もトイレに吐きに行っちゃったし。実はさ、あなたが盗んだもの、ママ友のユリが準備してたものなんだよね。なんで？辛い、痛い、やばい。水をいくら飲んでも辛すぎる。あなたが私の家に来て物を盗むことは分かってたから準備してたみたい。嘘でしょ。もしかしてこれケチャップの中身って？激辛デビルケチャップ。やっぱり。いたずらするにしてもあまりにもひどいんじゃない？あなたが私の家から物を盗まなければこんなことにはならなかった。そういう問題じゃないでしょ。ちなみに卵も賞味期限切れ、あとお肉ぶつ切りにしたやつを持って行ったと思うんだけど、それワニの肉。ワニですって？やばい、旦那がぶち切れた。なんで？うちの旦那は爬虫類系全部ダメなの。特にワニとかはめちゃくちゃ嫌いで。なるみさんのせいで今こんな状態になってるって旦那に説明したら、ワニの肉ってことがバレて怒っちゃった。ちなみにお子さんは食べてないよね。ユリが準備してたからお子さんが食べないようにはなってると思うけど。子供はひまわりさんの家に泊まりに行ってる。なるほどね。旦那がブチギレで出て行っちゃった。どうしてくれるのよ。他人の家から盗んだ料理で自分が嫌いなものが入ってたらそりゃそうだよ。私に怒る前に自分で反省したら。お前のせいだ、全部お前の。お前がこんなことをしなければ旦那も怒らなかったし、私が痛い目に遭うこともなかった。あなたがそもそも盗まなければこんなことにはならなかったとは思わないの？お前が悪い、許さない。コソ泥程度だったら謝ったら許そうと思ってたのに、反省する気配がないし、再犯防止のためにやっちゃうしかないね。は？ユリ、ひまわり、よろしく。ユリとひまわりとウイナのライン。他人の家のものを盗んで晩ご飯とは本当にずうずうしいですね。それもなるみさんの家のものだって言うんですからびっくりですよ。ちょっとだけ食材をもらっただけでなんでこんなことされないといけないの？あなたは散々なるみさんのことを貧乏人だなんだと言っていたのに、お金を持っていると知った瞬間手のひら返し、目にも止まらぬ速さでひっくり返しましたもんね。貧乏人だと思ってたけど、そうじゃないなら仲良くしてやろうと思って。自分以上にお金を持っていることを知って嫉妬したんでしょ。だからってなるみさんのものを盗むなんて、お前たち3人とも絶対に許さない。いつか痛い目に遭わせてやるから。それはユリのセリフですよ。は？知らないんですか？ユリはなるみさんのことが大好きで、なるみさんに関わった人のことを24時間365日監視、なるみさんに何か悪さしようものならすぐに飛んでくるセコム。噂は聞いてたけど、コソ泥ぐらいでつべこべ言うな。
は？変な人に絡まれやすいんでしょ？私なんかに構ってないでもっと大物に。なるみさんに迷惑をかけてるのに大も小もありません。迷惑をかけた時点で消す対象だ。やれるもんならやってみなさいよ。別にあんたなんか怖くない。私のお父さんが警察官なの知らないの？警察じゃユリを止められないこと知らないんですか？え？なるみさんに迷惑をかけたんですから、何が何でもあなたのことは地獄に連れて行きます。でも日本の警察は優秀だから、それにお父さんは私のことを大切に思ってるから守ってくれる。うがー！一体今度は何ですか？痛い！何これ？痛っ！目が！食材であんな痛い目にあったのに本当に愚かですね。何かしたの？なるみさんの家から盗んでいた顔パック、中身はシャンプーに浸したパックです。あら、痛い痛い痛い、目に入って痛い。これシャンプーだったの？はい。あれ、なんか臭い。これはなるみさんの家から盗んだ香水、割れてる。くっさ。もしかしてめちゃくちゃ臭いもので作った香水とか？ウイナさんにお似合いの香水です。くそ、いろいろ入ってるので透明にするの大変だったんですよ。さすがすぎる。くっさ、ちょっと一旦家出ないと無理。ほんと臭い。ちゃんと掃除しておかないと旦那さんに怒られちゃいますよ。そんなこと言ってられないくらい臭いの。とりあえず外で一服。まっつ、ユリってばどれだけトラップを仕掛けてるのよ。全部綺麗に引っかかるのが面白くてつい笑ってしまいました。ふざけんじゃないわよ。特注のタバコです。すごく苦くて美味しいでしょ。くそ、まずくてこんなの吸えたもんじゃない。そもそもなるみさんはタバコ吸わないしね。ほんとユリはなるみさんに迷惑をかけた人をいじめるときは楽しそうだよね。いじめっ子みたいにニヤニヤ笑っちゃってさ。何を言うんですか。この世のいらない人を排除しているだけじゃないですか。まあそうなんだけど。まあそうなんだけどじゃないでしょ。まあまあ。何がまあまあよ。あんたも同罪だからね。そんな。絶対に許さない。あんたたち3人覚えてなさい。捨て台詞を決めているところ悪いのですが、盗んだものもう一つありますよね。なんか本能的に持ってきちゃったお守りね。お守り？なんか嫌な予感が。ロ、ハロ、カタカナか何かでそんな感じで書いてるお守り。人形の形をしてて黒色で。それはあなたの呪い人形です。呪い？うわぁ、やっぱりな。お守りとか嫌な予感したんだよね。このお守りが呪いですって。できるもんならやってみな。いだ、なんか紙で切ったみたいな傷がいきなり手に。それは他人に迷惑をかけたり何か悪さをすると発動します。一定数を超えるとあなたを八つ咲きにしますので気をつけてください。八つ咲き？優しいね。すぐに八つ咲きじゃなくてちゃんと構成の余地を。成長したんだね。クシュン。あなたは何目線で話しているんですか？ちょっとしたジョークだよ。この流れで冗談言える神経がわかんないわ。なるみさんに迷惑をかけたら一発ですので気をつけてください。何かあなたが悪さした時は警告で体に切り傷が。一定数を超えると全身を八つ咲きにされます。いい子にしてれば生きていられるんだからよかったですね。言い訳あるか。ロハロってもしかし並び替えたら呪いなんてね。その後、ウイハさんは今回の騒動のせいで旦那さんとぎこちなくなり離婚。人のものを盗んだってことで喧嘩して、その後仲直りをしてやり直すって話だったみたいなんだけど、一度心の中にできてしまった溝は簡単に埋まることはなく離婚しちゃった。自分の両親に泣きつこうとしたところ、警察官のお父さんが盗みを働くような娘は知らんと追い出されちゃったみたいだね。お父さんは正義感がとても強く、犯罪行為をする人を許さない警察官の鏡のような人。娘だから愛されてるってあぐらをかいてたけど、まさか追い出されるなんて彼女もびっくりだろうな。その後彼女はビクビク怯えながら生活してた。働きに出なきゃいけないのに人と関わると呪いが発動するかもって。もちろん私やひまわりには近づかなくなったから私としては万々歳なんだけど、ウイナさんは1ヶ月後姿を突然消しちゃってね。噂では彼女の住んでた家の壁に黒いシミがあって、それはまるで人から出た血しぶきのようだったとか。呪いによって八つ咲きにされてしまったのか、それとも夜逃げをしたのか知らないけど、
どう転んでも幸せにはなれないだろうな。私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のニヤマルと暮らしている平凡な第二子妊娠中の兼業主婦だよ。仕事を終えて駅前で買い物をしていたら、友人の歩みにばったり。めちゃくちゃでかいキャリーケースを引いててびっくりしたよ。ものすごく顔色が悪かったから、とりあえずカフェに入ったんだ。で、話を聞いたんだけど、歩みは長い間実家で暮らしていたんだよね。なのに今日いきなり母親から追い出されたって言うんだよ。ちょっとあゆみ、あんた何考えてるの？なんで高価なもの全部持っていくのよ。あんたの高そうなバッグとか持ってきなさい。あれひかるちゃんが使うって言ってるんだから。ふざけないでよ。なんで兄嫁さんに何もかも渡しちゃうの？私が自分の稼いだお金で買ったものだよ。嫌な子ね。ずっと実家で住まわせてやったんだから当たり前でしょ。長男のお嫁さんとただの娘のあんたじゃ違って当然です。お兄ちゃんたちはこの家の後継ぎなんだからね。それにひかるちゃんは男の子まで妊娠してくれたんだよ。まったく生産性のない歩みとは大違いだこと。生産性がないってひどい。家のこと今までいろいろやってきたじゃないの。だってあんた何歳なの？もう40近いでしょ。お兄ちゃんは20代の可愛い子と結婚して孫まで妊娠してね。こんなにも親孝行なのにあんたって子は。もういいよ。はいはい、もうあんたはいいですよ。でもひかるちゃんが欲しがってるんだから早く持ってきなさい。あんたみたいなおばさんが着飾ったって仕方ないでしょ。アクセサリーまで持っていくなんてずうずうしい子だこと。いい加減にして。いいえ、お母さんは母親だから本当のことを言ってあげてるの。まったく若い兄嫁ちゃんに嫉妬して意地悪だなんてね、恐ろしい子。どうせあんたじゃ男もできないし、顔だって良くないおばさんなんだから、若いひかるちゃんに何でも譲ってあげたらいいのに。意地悪だよ本当に。ひかるちゃんはね、あんたのこと心配してるんだよ。もう家には帰らないし、親だとも思わない。だからもう歩みはいらないって言ってるでしょ。お兄ちゃん夫婦が同居してくれるんだから。今時同居しましょうなんて言ってくれるお嫁さんいないのよ。あんたと違ってひかるちゃんは本当に優しいいい子なんだから。分かったなら高価なものは全て持ってきなさい。親の面倒を見てくれるんだからひかるちゃんに尽くしなさい。もう嫌だ。あゆみのお母さん、一生結婚できないと思ってた息子さんが結婚、しかも相手は20代の女性で同居も希望してくれている。それでかなり舞い上がってしまったみたい。でこの兄嫁っていうのがさ。ねえ水木さん、あゆみおばさんと一緒にいませんでしたか？ちょっと見かけたんですけど。あゆみおばさん？そうです、夫くんの妹なんですけど、おばさんなんで義母と一緒にあゆみおばさんって言ってるんです。失礼だとは思わないの？でもおばさんなのは事実だし、お母さんもそう言ってるし。てかあゆみのお兄さんと結婚したひかるさんって、もしかしなくてもあなただったんだね。そうです、無事最高に成功しましたよ。前の夫は若いイケメンだったけど稼ぎが悪かったんですよね。だから今度は金持ちで自分より先に墓に入りそうな男選んじゃいました。この通り、あゆみの兄嫁ひかるさんはかなりタチの悪い女性。私たちが今の家に引っ越してくる前、アパートに住んでいた時期にさ、ご近所に住んでいた人なんだけど、その時は違う男性と結婚していたんだよね。で妊娠したので先輩ママとしていろいろ教えてくださいって言われて連絡先を交換したはいいものの、それは嘘だったんだよ。妊婦になれば優しくしてもらえる、物をもらえるって思ってたみたい。あれこれくれくれされたのを思い出したんだけど、え、これやばくない？あの人はかなりやばいくれくれさんだよ。1週間後。ちょっとあゆみ、ひかるちゃんを嫁いびりするんじゃないよ。早くバッグ持ってきなさい。お母さん。いえ、ゆくえさん何ですか？私はあなたとは縁を切ったので、もう連絡してこないでくださいね。ブロックしますので。若くて可愛い兄嫁に嫉妬するおばさんなんて最低。高級バッグよこしな。お前なんかいらないけど、金目のものは孫のためにも置いていけ。15年間毎月10万入れてたもんね。
え？そりゃ金目のものを置いていけとも言いたくなるか。いやいや10万。え？え？いやこっちがえ？なんだけど、毎月お給料日にダイニングテーブルの上に置いてたでしょ。お母さんも見てるはずだよ。は？え？そうだっけ？まあ10万減ったところでね。うちはお父さんがしっかり稼いで家計管理してくれてるんだし。お母さんは家計管理が壊滅的にできないもんね。てか15年間毎月10万家計に入れてたのに忘れてたんだ。まあそういう人だから騙されるんだろうね。お兄ちゃんの結婚が決まってからすごかったもんな。騙されるって何よ。そうやって母親を下に見て、ああ嫌な子だ。今日リサイクルショップに行ったらヒカルさんを見かけたよ。お母さんの大切にしていたバッグとかアクセサリー二足三文で売り払ってたけど大丈夫なの？花瓶やら通販で買ったダイエット器具やらすごい量だったけど。え？な、何それ、嘘つくんじゃない。今家にいないの？確認してみればいいじゃん。玄関に置いてあった花瓶、あれ100万以上するやつだよね。3000円しないってお店の人に言われてヒカルさん喧嘩してたよ。キャー、ないないない、100万どころじゃないわよ、あれ300万なのに。300万？え、そんなに高価だったの？あんたも知ってるでしょ、亡くなったおばあちゃんの実家ものすごく裕福な家庭だったって。どうしよう。いくら兄嫁とはいえ泥棒でしょ、警察に行けば。いや、それが実は今日からお兄ちゃん夫婦と同居なの。うちにあるものは何でも好きに使っていいって言ったのよ。まさかそれで。どうしよう。まあ仕方ないよね、お母さんが言ったんだもんね。財産目当ての嘘つきなお嫁さんとお幸せに。財産目当て？またあんたはそんなこと言って。お父さんもあんたが騙したんでしょ。同居するなら離婚だって言って怒って大変だったんだから。あんたがいなきゃこんなことにはならなかったのに。どう考えても財産目当てでしょ。好きに使っていいって言われたからって高そうなものをリサイクルショップに二足三文で売りに行く？少しは考えたら、それは結婚もできない、妊娠もできない、あんたの嫉妬でしょ。別に結婚妊娠する人だけが幸せなわけじゃないよ。私には私なりの幸せもあるんだよ。何言ってるのよ。結婚妊娠できないお前が悪いんだ。はいはい、だから悪い私は縁を切るのでもう関わらないでくださいね。妊娠したって嘘ついて無理やりできちゃった結婚に持ち込んだ財産目当てのお嫁さんとお幸せに。あ、お父さんが言ってたよ、お母さん離婚の話し合いから逃げてるって。いい加減逃げないで話し合いなよね。何よ、お父さんあんたにそんなこと言ってたの？あゆみのお父さんは何度も郁恵さんを説得していたみたい。でももう同居して孫を可愛がるおばあちゃまドリーム中の郁恵さんは全く話を聞かずに離婚問題にまで発展していたんだってさ。ちなみにお父さんは同居初日、大切なものを持ち出して別居スタート、弁護士を入れて離婚のために動くことになったんだよ。それにしても高価な花瓶をリサイクルショップに持っていくとは。あゆみ、あゆみ助けてお願いよ、私騙されていたのかも。ヒカルちゃん、同居始まった途端にふんぞり返ってひどいこと言うのよ。お兄ちゃんも若い嫁なんだから仕方ないとか言うし、私のバッグ一個もないのよ、全部ヒカルちゃんが持って行っちゃったの。しかもあの子飲んで吸ってめちゃくちゃよ。お腹の赤ちゃんのためにやめてって言ったら妊娠は勘違いだったって。どうなってるの、どうなってるのよ。え、ねえあゆみちゃん、なんで返信してくれないの？パパもいなくなっちゃったし、どうしたらいいのよ。みずきとあゆみの LINE。 みずき、両親離婚したよ。結構早かったね、もっと時間かかると思ってた。お父さんの会社の弁護士さんが離婚に強い人紹介してくれたの。あとは笑っちゃう話なんだけどさ、財産分与してやるから離婚しろって言ったらお母さんすぐサインしたって。どういうこと？結婚してたんだから財産分与があるのは当たり前でしょ。でもそのことも分からずにお金もらえるなら離婚するわよって顔真っ赤でサインしてたの。本当に世間知らずだよね。お母さん今も兄夫婦と同居してるんだよね。それがお兄ちゃん逃げたんだよ。え？私のところに謝罪の連絡が来てたよ。
若くて可愛い女性に言い寄られて舞い上がってしまったって。なんかヒカルさんやることめちゃくちゃだし、かなりヒステリックらしくて。お兄ちゃん、今会社の仮眠室みたいなところで寝泊まりさせてもらってるんだって。こりゃまたすごいな。でもお兄ちゃんもお母さんも昔から私の扱いひどかったし、激務の中でも私を気遣ってくれたお父さんは最後まで味方だったから、それだけでも救われるよ。しかもさ、私とお父さん別々に家を探したのに、まさかの引っ越し先が同じマンションだったんだよ。へえ、親子ってすごいもんだね。私もびっくりしちゃったよ。てかお父さんはもうずっと離婚を考えてたんだって。でも年々仕事が忙しくなって、結局後回しにしちゃってたらしいの。すごく謝ってくれたし、私の結婚資金にって、私が家計に入れてたお金ほとんど貯金してくれたみたいで、今回渡してくれたんだ。いいお父さんだね。うん、忙しい中できる範囲で家事も頑張ってたし、今こうしてみると両親はなんでもっと早く離婚しなかったんだろうね。こんな平穏な生活が来るなんて夢みたい。あゆみももう家の家事とかを手伝わなくてもいいんだし、これからはのんびりだね。うん。その後、なぜかあゆみさんの母郁恵さんと長男嫁ひかるさんが二人で生活することに。でも郁恵さんはひかるさんにこき使われて体調を崩してしまったよ。もともと体の弱い人だったらしく、それであゆみは実家で暮らし、家事やらなんやらをサポートしてきたんだってさ。郁恵さんは今までに何度も入院してきたけど、今度は誰も助けてくれず、心細いと泣いて連絡が来たのでブロックしたってあゆみは言ってたっけ。ヒカルさんの大勝利かと思いきや、旦那さんがついに覚醒。弁護士を入れて慰謝料やら使い込まれたお金の請求なんかも含めて話し合いをスタートさせたんだけど、汚く散らかった家でゴミを踏みつけ転んで頭打って、こちらも入院だってさ。入院までした人たちに言うのはちょっと気が引けるけど、二人ともろくでもないな。さて今日はあゆみとあゆみのお父さんが持ってきてくれたデパ地下惣菜でご飯だよ。体がだるいから本当に助かるね。にゃにゃまるもお高い猫缶をもらって大フィーバー。美味しいものを食べるとよく泣くのってあるあるなのかな。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。